松田隆之、福井和弘、南部三味線第一人者の久保一茂、第43代青森県民謡王座保坂克義、尺八は熊谷蓮水、歌は第20代青森県民謡王座の松田富、踊りは木村和弘社長でお送りいたしました。続いては八幡三社大祭の神社行列で人気の小上神社法隆神楽をご覧いただきます。八幡藩の守護神でありました小上神社には、藩内に散在していた山伏によって神楽が奉納されておりました。小上神社に伝わる山伏神楽を法隆神楽といいます。八戸三社大祭でも行われる権現様の歯を打ち鳴らす一斉歯打ちの迫力はとても圧巻で、音によりその姿により見る人の心を払い清めます。それでは一斉歯打ちからご覧ください。会場の皆様方をお祓いいたします。頭を少しお下げください。結構です、お直しください。